車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。そんな飯村さんと紹介するのは、はい、もう飯村さんといえばゲレンデってよく言われます。はい、はい、というわけで今回紹介するのがプロフェッショナル。はい、もう飯村さんじゃないですか。まあ、はい、そうですね。振り返っても今もですね。で今もゲレンデ乗ってますもんね。はい、乗ってます。はい、でボンドグループで一番最初に461仕様でしたっけ。そう、あの前の方の463の G550NA を、はい、ベースにオールペン、もうそれこそデザートサンドにオールペンして、その461プロフェッショナル 280CDI とか正規輸入されなかった。はい。やつの仕様に完全にしたっていう、はい、経緯があります。だからもう自他ともに認める、はい、ゲレンデはたくさんやりました。ゲレンデプロフェッショナルと言ってもプロフェッショナルだけに、プロフェッショナルだけに、はい、うまい。はいはい、というわけで今回紹介するのがこちらの車なんですけど、はい、もうかっこいいっすね。そうなんです、はい、もうねかっこいいの。でこのオーナー様ももともと 400D のストロンガーザンタイムエディションに乗られていて、まあ、なんならその時に463の G350D のマヌファクトゥアーエディションかな、はい、チャイナブルーのやつ、はあ、も同時に持ってて、はあ、みたいな方 で今回465、はい、現行の450にするっていうのももちろん話としてはあったんですけど、限定車じゃないし、まだ絶対限定車出るし、確かにだったら400D プロフェッショナル1台挟んで、その後限定車出たら450の限定車にしようなるほど、流れて450が出てるんですけど、あえての 400D プロフェッショナルっていう流れです。じゃあお客様ももうめちゃくちゃクロートで、めちゃくちゃクロート、ゲレンデも買い慣れて、いじり慣れて、触り慣れてる方なんです。そういうことです。もう全て納得しました。はい、はい、車のチョイスも今回のこのボディカラーも、はい、一番の人気というかこうよく見るのがこの色と水色、チャイナブルー、はい、かなと思いますけど、やっぱりいいよね、いいですね、ベージュね、かっこいいよね。デザートサンドって言うんでしたっけ。デザートサンドとかサンドベージュ、サンドベージュ、うん、でこれがソリッドなんですよね。そうです。だすごいクラシックに見えるんですよね、うんうん、でまたゲレンデ形変わってないですから、うん、はい、そしてこのツートンがやっぱりいいですよね、うん、そうやっぱりこういうね似合うよね、うん、ゲレンデいつもとなんか雰囲気が違うんですけどいい、ね、なんかしみじみはい、はい、でさすがにこの手の車ですから、はい、プロテクションは全部施工されているんです、ね、そうですね、顔周りは貼ってあります。前周り、はい、傷つきやすい前周りはもうプロテクションフィルムが施工されていると、はい、まあ、あとはいわばもう純正改造車ですから、はい、カスタマイズは特にはしてないですよね。してないです。ですよね、はい、もう元々真っ黒で、はい、しっかり仕上がってると、はい、でそんな車じゃあ何をやったんですか、はい、はい、もう飯村さんと紹介ですから、はい、はい、装着したホイールが、はい、もう皆さん多分言わなくてもあのメーカーでしょ、はい、はい、そのメーカーです、はいはい、なんか僕ジャパンなんで、はいはい、というわけで装着したホイールがこちら、はい、HRE の 501M18 インチです。これ501も何度もご紹介させていただいてるじゃないですか、はい、中にはもう501しか履かないっていうオーナー様もいらっしゃるぐらい、もう何度もご紹介いただいたりとか、フィニッシュも割とスタンダードな真っ黒なホイールですけど、これ味噌があるんですよね。そうです。まず 463A の車で18インチが履けるのはプロフェッショナルか AMG ラインじゃない 400D。 え、そうなんすか。そうなんです。しか履けない。だからその辺にたくさん走ってる 400D いるじゃん、はい、400D とか 350D、はい、みんな AMG ラインじゃん。確かに AMG ラインになるとブレーキ大きくなっちゃう。あ、そういうことなんですか。だから18インチ履けないんですよ。はあ、はい、純正が20だし。あ、そういうことなんですか。そうだからこの型のゲレンデで18インチを履いてるっていうことがまずおーいっつって。そういうことか。そういうことなんだ。なるほど、はい。まあ、確かに AMG ラインの、うん、その装着率というか選択率って、まあ、ほぼ 100% 100% に近いですよ ね。本当に稀に AMG ラインついてないこのちっちゃいフェンダーですよね。そうの車本当にたまに見かけるっすけど、うん、見かけるとびっくりするぐらいですもんね。そう AMG ラインついてないって。そう、あ、ブレーキも違うんですか。それブレーキ違います。はあ、もともと純正18インチで
もう本当キャリパークリアランス純正の方がないの。あ、そうなんですか。まあ、今もこれも結構ギチギチなんだけど、はい、純正は本当ない。小石噛んだらギーみたいな多分ね。まあ、おそらく鋳造で物の厚みもあるからっていうことですね。で車重もあるし、はい、なんでまず G クラスにこの 463A 型の G クラスに18インチを履いてるっていうところがさすがっていう。でこの車を改造する、まあ、ホイールを交換するにあたって、はい、これで20インチ履いちゃったら、あ、確かに意味ないじゃない。確かに。そう、せっかくのこの特権が有効利用できない。そう、あえての18インチキープ。そうです。なるほど、キープ。でこれだけじゃないんですよね。そうで、その今回の 501M に関しても HRE は基本的にはこの車重だと無理みたいな感じだ。まあ、前回紹介させていただいた392ラングラーのあの時もいやだからこねて作ってもらったじゃん、はい、で今回もゲレンデで履きたいっつって、はい、しゃあねえなみたいなノリで作ってもらったという形なんで、通常は、まあ、この車格、まあ、結局 HRE って結構その何でもかんでも作れるってわけじゃなくて、その車重強度の問題をすごく気にするメーカーなんで、通常ラインナップにはないんですけど車重が問題なんで、なんですけど今回はなんとかそこをクリアしてもらって作ってもらいましたというような流れになってます。おそらくですけど、うん、多分あの強度計算が品押しになる、うん、そう、まあ、あとはもちろん強度計算しておそらくもうちょっと強度取らなくちゃいけないんで、デザインを触らずに多分強度を増さないといけないから、多分ほとんどやらないというからやりたくない、うん、けどそこをやらせる、うん、やってもらうのが、はい、HRE ジャパン自称三村店長ということで、はい、もうメーカーとの努力もあって、はい、こちらが装着されてると、はい、だそれをそれっぽくこうどうだっていう感じじゃなく履いてるのが、うんうん、今回この組み合わせなんで、だ結局その、まあ、AMG ラインじゃないゲレンデにホイールを装着する例ってほぼないし、まあ、確かにプロフェッショナルにホイールを交換してる例もなくて、そうなんですよね、そうあまりケースとして聞かないですよ ね、なくて、なんで今回はブレーキデータもきちっと測って、はい、それを本国に伝えて、アメリカないのかなプロフェッショナルが、もしかしたら、あ、そうなんですか。でもしかしたら AMG ラインがない車も多分彼らも見たことないよねきっと。あ、みんな AMG ラインじゃん。確かに確かに確かに、アメリカなんか、はい、なんでブレーキデータも全部送って作っていただきました。はい、しれっと履いてますけど、はい、もうその裏には実はとんでもないこと。そうなんです。もう車のベースとしてもそうだし、はい、まあホイールのメーカーとしてもかなり特殊なことをやってると。やってます、はい、でこのフィニッシュと、はいはい、これはだいぶかっこいいっすね。これはだいぶやっぱりそのもうこれこそ G クラス、そしてやってることがかっこいい。そうなんです意外と普通に、はい、あのペペってやってる感じで実はやってるっていう。そしてこれタイヤは、タイヤは、はい、僕最近すごく好きなんです、この東洋オープンカントリーが AT3。 基本的にまあそんなにこうものすごくゴツゴツさせちゃうと、うんうんうん、まあ、皆さんご存知の通り 463A の場合はライナーの問題があるんで、はい、ハンドル全切りでガッ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 っていうね、っていうことがあるので、本当はもうちょっともうワンサイズ大きくしたいんですけど、まあ、日常使いを考えてこのサイズにワンサイズぐらいちょっと大きくしてる。純正ちょいアップぐらいですね。そう、ちょいアップぐらい。265/60/18が装着されてると、はい、確かにこの東洋のオープンカントリー、このブロックのデザインなんかもいいですよね。そう、めちゃくちゃいいし、はい、その乗り心地もいいし、あ、静かだし、最高。こういうオフロード系のタイヤってめちゃくちゃキャラクター出ますよね。出る。そう、本当にあの外であれヘリが飛んでますかっていう、そう、もうね、ロードノイズがするタイヤもあれば、うん、え、このパターンでこんなに静かなのっていうのもありますよね。そう、だからこのタイヤ銘柄でうるせえって言われたことないのよ。はあ、皆さん、あ、意外といいねみたいなことを言っていただけるんで、もう安心で、見た目もなんか丸くて可愛いし、確かに確かに、なんか結構ここってタイヤで違うんですよね。そう、はい、でなんかこうどうだって感じもないじゃん、こうなんか四駆だみたいな感じもないし、はい、確かにこう控えめな感じで、かつ丸くて、あのものすごくいいタイヤだと思います。特にあのこういう車ってタイヤの主張というか、うん、タイヤの見た目重要なのかなっていう、うん、タイヤ変えると全然こう、そうイメージカラッとね、下手したら低扁平のタイヤよりかも、うん、車のイメージに結構貢献してますよ、うん、というわけで今回こちらが装着されてる、はい、そして今回車高だったりはもう全部ノーマルですよね。もう完全にノーマルです。もっと言ったらもう今回タイヤホイールだけだけ、まあ、純正改造車ですからね。そうです、はい、というわけで これ以上はしません。
こんな足元のセッティングになってる、はいはい、でもうプロフェッショナルですから先ほども触れた通りこのちっちゃいフェンダーになってたりとか、はい、これモールもすごい質素なモールになるんですね。そうそうそう、ついてないのね。これめっちゃかっこいいですね、うん、ただめっちゃかっこいいんですけど、うん、他に流用しようがないないじゃないですか。63についててもおかしいし、はい、他のようについててもおかしいじゃないですか。確かに全部これセットでじゃないとこのモールって多分成立しないと思うんですよ、うん、だからここも何もないんですよね。何もないの。いいっすね、うん、そして皆さん言われるのがこのステップ問題、はい、で今回はここも触らずなんですね、はい、絶対つけないです。これステップがないんで一回踏めないんですよね、はい、だから乗り込むの結構大変ですよね。はい、大変です。だから結構純正のステップに戻される方とかも、はい、いらっしゃいますね。いらっしゃいますよね、うん、はい、ただそこはしませんだからでも分かります僕的にも、うん、この雰囲気を味わっていただきたい、うん、だから理想としてはできればこの見た目を優先してほしいですよね。そうなん。ただやっぱり皆さんそうは言ってもまあ家族の方乗せられたりだとか、はいはい、すると思うんで、はい、まあ、ステップ戻すっていうことも確定やってますもんね、うん、やってます、言っていただければ作業できると思いますんで、はいはい、そしてあとはプロフェッショナルといえばこの上のラック、はい、これ絶対重たいですよね。これは絶対重たいし、はい、めちゃくちゃ高い、ね、あ、やっぱりそうなんですか。というわけでこんなのもしっかりついてたりだとか、はいはい、でドレよけ前後ついてたんですけど外しました。あ、今回そうなんですか、はい、そこはなんでスッキリした方が最初ねつけたままにしたの。やっぱりプロフェッショナルって前がついてる、はい、前側は普通ついてないじゃないですか、はいはい、後ろだけですよね。でプロフェッショナルが前もついて後ろもついてだったんで、はい、まあ、それプロフェッショナルっぽいかなと思ってそのままつけたまんまタイホール変えて見てたらやっぱりない方がスッキリしていいなと思って外しました、うんうんうん、まあ、簡単につけたり外したりもできますしね、うん、そうそうそう、はい、あとは後ろのタイヤ、はい、タイヤ変えてます。あ、この背面タイヤのタイヤだけ変えてます。はい、こちらです。はい、背面タイヤのタイヤもしっかり、はい、オープンカントリー。確かにこれ重要かもしれない。そうなの、しっかり忘れてて自分自身も、はい、あ、やべっつって後から1本追加いやでもこれは重要。そう、ここのタイヤが違う銘柄だったりするとそう確かにあれあーあーって感じになりますよね、うん、じゃあこれ一回外して組み直し、はい、乗せ直しというわけでしっかりここもいやただこれも重要っすね。でこれももちろんインチアップしてるんですけど、インチアップじゃない、サイズアップしてるけど、サイズアップしてるけど、そうギリギリ収まってる、はい、うん、収まりは問題ないのかなと、うん、はい、でこれもやっぱりかっこいいっすよね。それかっこいいよね、うん、実はこれドイツのこれ作ってる工場にも僕行ってきましたけど、はい、そうだね、はい、めちゃくちゃしっかり作ってある、うん、やっぱり純正パーツ。ラックもそうだもんね。そうっす、ラックもはしごも全部そうということで、うん、はい、そしてあとちょっと一回カスタマイズ関係ないですけど、はいはい、見ていいですか、はい、これトランクめっちゃかっこいいです。あ、養生が貼ってありますね、はい、あ、そうですよね、うちが貼りました、はい、そうですよね、はい、というわけで、はい、プロフェッショナルになるとリアのこの床が、はい、ウッドパネルに、これはでも、うん、ね、これプロテクションないんですかね。これね絶対あった方がいいと思う。ですよね、うん、なかなかここをガシガシ使うわけにはいかないじゃないですか。そうじゃあ次まで の課題ということで、やっぱプロフェッショナルって外側がこんなにクラシックなのに中側めちゃくちゃいいじゃん。はい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 、63じゃない、はい、これはやっぱりすごくいいところだよね。なるほど、シートとか形状、シートの形状とかね、はいはいはい、はい、うん、まあ、非常に人気もありますもんね、うん、納得ですよね。納得、はい、というわけで今回は非常にシンプルなカスタマイズで仕上げてあります、はいはい、じゃあ最後になりますけども、はい、今回改めてこのベースの大事さ、はい、あとはキープコンセプト、うん、まあ、キープしなくてもなんかコンセプトをこう統一させる、うん、そう、やっぱキャラクターに合った、うん、まあ、もちろんそれをあえて外すってことももちろんあるかもしれないけど、まあ、G クラスの場合はやっぱりそこは沿った方が僕的にはまあ歴史が長い車なんで、確かに確かに確かに、そこの歴史にのっとって道を進んでいきたい。確かに、うん、やっぱりこうタイホイール変えるっていうとまずインチアップ、うんうん、よっぽどオフロードだったらもうインチダウンとか、はい、まあ、トラックスタイルだったらインチダウンっていう、うんうん、まあ、考えにもあると思うんですけど、うん、普通だったら多分インチアップっていうのにつながると思うんですけど、うん、今回あえてキープ で、はい、キープ で、 でしかも通常作れないホイールをなんとかして作る、はい、まあ、そんなのもできると思いますので、はい、ぜひいろいろ特にゲレンデはもうお任せくださいですよ。もちろんです、はい、でさらに465でしたっけ、はい、新型もいろいろご入庫いただいてますけど、はい、入庫いただいてます、ね、はい、ますますこれから多分パーツもいろいろ出てくると思いますんで、はい、ボンド名古屋飯村店長に、はいはい、前店じゃなくて飯村店長ですよね、はいはい、ぜひボンド名古屋飯村店長にご相談くださいというわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。